今週は、住宅株が急落するという大変ショッキングなニュースで、一時騒然となりました。さて、今回の暴落を仕掛けたのはジョージ・ソロスでしょうか？誰でしょうか？世界経済はこれからどうなってしまうのでしょうか？以下、桜井ジャーナルさんの記事を読み上げます。ブリックスは AIID に続いて新開発銀行を指導させたが、その直前に中国の株式相場が急落したタイミング。2015年7月9日、桜井ジャーナル、ブリックスは AIID に続いて新開発銀行を指導させたが、その直前に中国の株式相場が急落したタイミング。6月中旬から中国で株式相場が急落。その影響は世界を呼んだ。日本の株式相場にしても日銀と年金が腕力で、つまり完成の指定線で引き上げたゆらんだ相場。指定本尊の日銀は ETF、株価指数連動型上場投資信託を購入し、年金はリスクを冒して株式を購入。外国の投資投機から超賃回して値上がりしただけのことだった。中国の株式相場が急落しても不審ではない。ただ、株式市場では溜まったエネルギーを利用、自身の莫大な資金を使って相場を操縦する人たちがいることも事実。今ではデリバティブなど手段も揃っている。ジョージ・ソロスなどの得意技だ。中国の公安省は中国証券監督管理委員会、赤字監会と協力し、空売りの状況を調査しているようだな。彼らも相場操縦を疑っているのだろう。1970年代の後半から1980年代にかけて日本では相場操縦と自家発行ファイナンスをセットにした資金調達が盛んだった。現場で操作しているのは大手の証券会社だが、その背後には大蔵省、現在の財務省が存在していたと言われている。そうしたこともあり、日本では相場操縦を厳しく取り締まっていなかったが、今回、中国では厳しく罰するという、こうした方針は、資金的な下支えより効果があるだろう。そうした中、ブリックス、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカが設立に合意していた新開発銀行、NDB が始動、2016年4月に融資を始める可能性がある。こうした動きに合わせ、ロシアのウファではブリックスと SCO、上海協力機構中国、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタンの首脳会議が開かれた。ギリシャに声をかけたのはこの銀行。すでに中国の継承で AIID、アジアインフラ投資銀行が存在感を誇り、NDB が加わるとアメリカの支配層は心穏やかでいられないだろう。中国が進める現代版シルクロードの脅威もある。こうした状況の中、ギリシャをロシアへ追いやるようなことがあると EU は崩壊。アメリカが西ヨーロッパ支配のために組織した NATO も揺らぐ可能性が高まる。ドイツとロシアを分断し、西ヨーロッパ、イスラエル、サウジアラビア、インド、東南アジア、日本を結ぶ三日月地帯でロシアを締め殺すという米英の戦略も崩壊。経済的にはどれが基軸通貨としての地位から陥落。ネオコンイスラエル第一派が目論んだアメリカの巨大資本が世界を支配するというプランも崩れ去り、生産力をなくしたアメリカは第三世界になるかもしれない。記事終わり。寄付カンパのお願い。2015年7月8日、桜井ジャーナル、寄付カンパのお願い。政府の政策もあって経済的な環境が厳しさを増している現在、こうしたお願いをするのは心苦しいのですが、このブログを継続させるため、皆様のご協力をお願い申し上げます。安倍晋三総理大臣、百田直樹元 NHK 経営委員のような人々が言論の自由を口実に使って言論を封殺しようとしていることが問題になっていますが、真の意味で言論が保障されていた時代はあるのでしょうか？私が敬愛するジャーナリスト、布竹自身は1991年に開かれた新聞放送、出版、写真、広告の分野で働く800人の団体が主催する講演会の冒頭、ジャーナリズムは党にくたばったと発言したそうですが、全くその通りです。布竹自身、希望は絶望のど真ん中に岩波新書、2011年、個人的な話になりますが、私がアメリカの情報活動を調べ始めたきっかけは、1976年2月に発覚したロッキード事件に関する本質的な情報を日本のマスコミが伝えなかったことにあります。少ないながら、帰国されるジャーナリストはいましたが、マスコミ全体としては言論機関として機能していませんでした。1980年代の半ばになると状況はさらに悪化します。経費とリスクを背負って取材するより、政治家、官僚、大企業、あるいはその取り巻きから情報を得た方がコストは安く、リスクもないという経営判断があったようです。1987年5月3日に朝日新聞阪神支局が襲撃され、小尻智弘記者が犠牲になり、犬飼兵衛記者が重傷を負わされた事件もマスコミを萎縮させたのでしょう。そうした過程の中で帰国される記者は排除され、マスコミはくたばったわけです。2001年9月11日にニューヨークの世界貿易センターとワシントン DC の国防総省本部庁舎、ペンタゴンが攻撃されると、事態は一段と悪化しました。ジョージ・W・ブッシュ大統領を担いでいたネオコンは1992年に作成した計画に基づき、事件との関係のイラクを攻撃しようとします。ブッシュジュニア政権の国防総省ではイラクだけでなく、イラン、シリア、リビア、レバノン、ソマリア、スーダンが攻撃予定国リストに載っていたとウェズリー・クラーク元ヨーロッパ連合軍、現在の NATO 作戦連合軍最高司令官は語っています。イラク攻撃には単位がない M5 だと考える将軍が統合参謀本部でも少なくなかったようで、約1年間、実行までに要したと言われています。ところが、日本ではこうした趣旨の話にマスコミは触れようとせず、好戦的な雰囲気を煽る一方でした。その後もプロパガンダ色を強め、日本を開戦前夜のところまで導いてきたわけです。そうしたプロパガンダに対抗するため、ぜひ、お力をお貸しください。お願い申し上げます。振込先、スマモ信用金庫、店番号コロン002、預金種目コロン普通、口座番号コロン000105、口座名コロン桜井春彦。2005年7月7日、ロンドンで爆破事件があり、A は韓国国家の様相を強めていくが、この事件にも謎。2015年7月8日、桜井ジャーナル、2005年7月7日、ロンドンで爆破事件があり、A は韓国国家の様相を強めていくが、この事件にも謎。2012年のオリンピックがロンドンで開催されることが決まった翌日、つまり2005年7月7日にこの年では連続爆破事件があり、その後、オリンピックまでの期間に国全体が韓国国家の様相を強めていく。2001年9月11日にアメリカで起こった出来事、9月11日に比べれば大したことはないかもしれないが、イギリス社会を大きく変化させた。アメリカとイギリスは2003年3月、大量破壊兵器という偽情報を掲げながらイラクを先制攻撃してサダム・フセイン体制を倒した。他の国も参加はしていたが、全将兵の約 98% はアメリカとイギリスから派遣され、事実上、米英の侵略戦争だった。イギリスは戦争に参加しただけでなく、偽情報のルフで大きな役割を果たしている。トニー・ブレア政権は2002年9月、イラク大量破壊兵器、イギリス政府の評価というタイトルの報告書を作成。その中でイラクは45分でそうした兵器を使用できると主張、アメリカのコリン・パウエル国務長官から絶賛されている。ところが、この報告書はある大学院生の論文を無断引用したもの。しかもイラクの脅威を正当化するために改ざんされていた。2004年10月にジャック・ストロー外相、当時が45分話は嘘だったと認めている。実は、2003年5月には BBC のアンドリュー・ギリガンがラジオ番組でこの文書は粉飾されていると語っていた。サンデーオンメール紙でアラスペア・シャンベル主席補佐官が情報機関の反対を押し切って45分話を挿入したというのだ。その後、ギリガンの情報源は特定され、7月に外務特別委員会へ呼び出されたのだが、その直後に変死する。自分たち嘘を暴かれたブラ政権は激怒、BBC を激しく攻撃、執行役員会会長と BBC 会長を辞任に追い込んでギリガンも BBC を離れることになった。政府に屈服した BBC はプロパガンダ機関から急速に進み、現在に至るまであからさまな嘘を平然と突き続けている。つまり、NHK と大差はないということだ。この時からファシズムから急速に進んだということ。そのファシズム化をさらに促進したのがロンドンでの爆破事件。その時、イギリスでは経済関係の国際的な会議が開かれようとしていた。スコットランドで7月6日から8日にかけて開催された G-8 だ。つまり、イギリスの警戒水準は高かったのだが、そうした中、イスラエルの財務大臣だったベンヤミン・ネタニヤフもイスラエルの投資に関する会議に出席するため、ロンドンにいた。爆破事件の数分前、ロンドン警視庁の捜査官からネタニヤフに対して爆破攻撃があるという警告があり、彼はホテルに泊まり、会議には出席しなかったと通信社の AP は伝えていた。ドイツの新聞、ビルト日曜版は最初の爆発があった6分前にロンドン支局へ警告があったことをモサドのメイヤーラガン長官が認めたとしている。しかし、ストラトフォーなどの情報会社によると、イスラエルは数日前から爆破に関する情報を知っていたが、警察から入手したのではない。
これが事実なら、なぜ爆破を阻止する手段を講じなかったのかが問題になる。事件からまもなくしてザンビア在住のイギリス人、ハルーン・ラシド・アスワトが指名手配になっている。事件の首謀者と見られていた人物だが、アメリカの元検事でジャーナリストのジョン・ロフタスによると、アスワトはイギリスの情報機関、MI6 と関係があり、この機関にかくまわれていたとしている。また、事件当日、バイザーコンサルタンツなる会社は高機動のために対テロ訓練をロンドンで行う予定になっていたことをコンサルタンツのピーター・パワーは証言している。訓練の内容は実際の爆破事件と酷似していたという、実際の事件と訓練が重なるという点で、アメリカの9月11日やボストンでの爆破事件と共通している。10年前にロンドンであった爆破事件にも疑問は多い。記事はあり。EU 侵攻という感情に訴えてギリシャを食い物にしようとしている IMF は国民投票後の傲慢な姿勢。2015年7月7日、サクライジャーナル、EU 侵攻という感情に訴えてギリシャを食い物にしようとしている IMF は国民投票後の傲慢な姿勢。西側の支配層はメディアを使って EU 侵攻、西側幻想を広げ、人々の感情に訴えて自分たちの強欲な、往々にして違法な政策を正当化してきた。ウクライナやギリシャの国民もそうした政策の犠牲者だ。そうした状況を理解したギリシャの人々は国民投票で IMF 国際通貨基金、ECB 欧州中央銀行、EC 欧州委員会、いわゆるトロイカが要求してきた緊縮財政を拒否する意思を示し、その後も怒りは収まっていない。その一方、トロイカ側も硬直した姿勢は崩していない。以前にも書いたように、ギリシャが財政危機に陥った大きな理由は二つ。一つはアメリカの巨大金融機関、ゴールドマン・サックスがギリシャで行ったいからわしいビジネスで、もう一つは第二次世界世界大戦でドイツが行った略奪やアメリカを後ろ盾とする軍事クーデターによる国の破壊。メディアが盛んに宣伝していた年金の話は事実に反している。ゴールドマン・サックスは2001年、ギリシャが通貨をユーロに切り替えた際に財政状況の悪さを隠す手法をギリシャ政府に教え、債務を膨らませたことの事態を悪化させた理由の一つ。ちなみに、2002年から05年にかけての銀行の副会長を務めていたマリオドラギは2011年、ECB の総裁に就任し、今でもその職にある。2004年にはアテネオリンピックという金のかかるイベントがあり、軍事費も重く乗しかかっていたが、ギリシャの債務が急増したのは2006年頃から、この頃、国内で開発がブームになっていた。中には、建設が許可されていない場所で、違法な融資によって開発しようとして中止が命令されていたケースもあり、このブームで業者と手を組んだ役人の中には賄賂を手にした者が少なくなかったと言われている。結局、違法開発も含めて IMF はギリシャ政府に返済を迫り、金融機関を救済する。ウクライナの場合と同じで、IMF は相手政府への融資で金融機関の再建を肩代わりし、取り立て屋になるわけだ。その結果、ギリシャでは年金や賃金が減らされ、社会保障の水準は低下、失業者は大きく増えた。GDP 国内総生産は2010年からマイナス 4.9、マイナス 7.1、マイナス 7.0、マイナス 4.2% と下がり続け、失業率は 12.6、17.7、24.3、27.3、若年層の失業率は 60% に達すると言われている。しかも、借金の返済は不可能。こんな状態でトロイカの要求に賛成した人が 39% 弱もいたことが驚きだ。アメリカの支配層に逆らう国では指導者が暗殺されたり、クーデターで体制が倒されたりしてきた。NATO 加盟国であるギリシャには政府がコントロールできない秘密部隊が存在している。イタリアではグラディオ、ギリシャでは特殊部隊の LOK だ。左派勢力が優勢だと言われた1967年5月の総選挙の前月、ギリシャで軍事クーデターがあったが、今回は銀行が攻撃の主体になるとする噂もある。今回の国民投票ではトロイカ側の傲慢な姿勢が結果に表れたという見方がある。ギリシャを食い物にしようとする姿勢を変えないなら、ロシアと中国へ接近させることになる。すでにパイプラインの建設やブリックスへの参加などロシア政府は働きかけているようだ。もしギリシャの離反が不可避になったなら、マケドニアを含めこの地域をカオス状態にしようとするかもしれない。記事終わり。IMF が寛大な姿勢を見せているウクライナ、そのオデッサの知事のスタッフは米国政府が給料を払う。2015年7月6日、サクライジャーナル、IMF が寛大な姿勢を見せているウクライナ、そのオデッサの知事のスタッフは米国政府が給料を払う。ギリシャ国民は7月5日に行われた国民投票で IMF 国際通貨基金、ECB 欧州中央銀行、EC 欧州委員会が要求していた緊縮政策を拒否する意思を示した。トロイカの案では年金や賃金がさらに減額され、社会保障の水準も低下、失業者は増え、借金も膨らむという字幕が待っている。この様子を見ていた他の EU 加盟国の庶民は IMF、ECB、そして EU を信用しなくなるだろう。現在、フランスで最も人気のある政治家、国民戦線のマリーヌ・ルペン党首は EU を厳しく批判している。イギリス、スペイン、イタリアなどでも EU に対する評判は良くないが、ギリシャの状況を見てそうした感情は強まりそうだ。それに対し、EU 幻想に取り憑かれた人々を利用し、昨年2月にアメリカのネオコンイスラエル第1波のクーデターを成功させたのがウクライナ。今では西部でも意見が違ってきているだろうが、ネオナチの暴力で意思表示は難しい。そんなファシズム国だが、IMF は債務不履行になっても資金を投入し続けるとしている。国会に面したウクライナの港湾都市、オデッサはビクトリアヌコビッチの支持者が多かった地域で、キエフのクーデターに批判的な市民が多かった。そこで、昨年5月2日のネオナチ、スペサンバンデラ派のグループが住民を略殺、恐怖政治を始めた。その時、人々が逃げ込んだ労働組合会館で50名弱が殺されたと伝えられているが、これは地上界で発見された死体の数。実際はそれを上回る数の人々が地下室で暗殺され、犠牲者の数は120名から130名に上ると住民は語っている。2月のクーデターの東部や南部では憲法を無視した政権交代に反発する声が高まり、それを力で封じ込めようとする動きが出てくる。節目になった出来事はジョン・ブレナン CIA 長官のキエフ訪問。4月12日のことだ。キエフ政権のアレクサンドル・チュルチノフ大統領代行が制圧作戦を承認したのはその2日後だった。4月22日にはジョー・バイデン米副大統領がキエフを訪問。それにタイミングを合わせるようにしてオデッサでの工作について話し合われている。オデッサの虐殺はその10日後の出来事。そのオデッサの地にグルジア、最近はアメリカ風にジョージアと呼ぶらしいノミヘイル・サーカシビリ元大統領が任命されたという発表が今年5月30日にあった。キエフ政権にはアメリカが送り込んだ閣僚が何人かいるが、サーカシビリの場合、彼のスタッフはアメリカ政府から給料をもらい、警察官はカリフォルニアから派遣された同業者が訓練するのだという。こうした発表の直前、サーカシビリが会っていたのはジョフリー・パイアット駐ウクライナ大使。昨年2月22日にヤヌコビッチは排除されたが、その18日前に YouTube で公表された音声によると、ビクトリアヌランド国務次官補と次期政権の閣僚人事を話し合っていた。ウクライナのクーデターは続行中だということ。もちろん、ネオコンの最終目標はロシアだが、この狂気も EU の人々は見ている。EU で狂っているのはエリートだけだ。記事終わり。ギリシャの国民は富裕層や西側資本の略奪を庶民に地理縫いさせるトロイカ案に怒り、拒否を示す。2015年7月5日、サクライジャーナル、ギリシャの国民は富裕層や西側資本の略奪を庶民に地理縫いさせるトロイカ案に怒り、拒否を示す。7月5日にギリシャでは財政問題に関する国民投票があり、61% 以上が IMF 国際通貨基金、ECB 欧州中央銀行、EC 欧州委員会、いわゆるトロイカが要求してきた緊縮財政を拒否する意思を示した。このトロイカ案で問題が解決されることはなく、年金や賃金がさらに減額され、社会保障の水準も低下し続け、失業者を増やすことは明白だった。1% とも 0.01% とも言われる富裕層を救済する一方、庶民の生活を劣悪化させる要求を跳ねつけたのは合理的な判断だと言えるのだが、そうした状況であるにもかかわらず、39% 弱がトロイカ案に賛成したことも事実。富裕層に身を心も捧げようとしているのか、状況を理解できていないのか、どちらかだろう。次の問題は軍事的な、あるいは金融的なクーデターへの備えだろう。西側メディアのプロパガンダも強化されるはずだ。日本でも支配層は似たことを言ってきた。国に銀行から多額の借金をさせ、庶民の富を支配層が奪うという仕組みが作られるのは1970年代の後半から、特に2000年代の前半、つまり小泉純一郎政権にも国債の発行額が大きく増えている。よく、国債を発行して金利を払うなら紙幣を増刷すべきだという意見を聞くが、これは正論。発行に歯止めが必要だというなら、そうした仕組みを作れば良いだけの話だ。にもかかわらず国債を発行しかなるのは投資先を作り、金余りで悩んでいた企業や富裕層を儲けさせるため、富が大企業や富裕層に集中、滞留すれば景気が悪化して商品が売れなくなる。そこで制御を諦めて博打に目が向くようになり、世間では財政なる音が広まった。仕事がドバに足を踏み入れたなら、カモになるのは必然で、例えば伊藤よろず、この会社も1970年代に本来の仕事が不振になり、
住友銀行に支援を頼む事態になる。そこで銀行から送り込まれてきたのが同行の人情聴取店長だった川村義彦。この人物は一種の賭博である石油転がしで業績を回復させるな。1985年に大手商社が石油会社とトラブルを起こして事件になる。そうした中、住友銀行の紹介で入り込んできたのは伊藤すな。伊藤としかしかった池田康二も絡んでくるな。池田は山口民の岸本再三総本部長の下にいた人物で、伊藤は同国の幹部だった匠と親しくしていた。匠は山口民の五代目組長、渡辺義則を支えた幹部の一人だったが、1997年にホテルのロビーで射殺されている。要するに、住友銀行が伊藤と山口民をくっつけたわけだ。住友銀行は平和総合銀行を巡るトラブルでも名前が出てくる。この総合銀行は政治家の財布とも言われるほど深い闇に覆われていた。1979年にオーナーの小宮山栄三が死亡、長男の秀和と娘婿の池田布団が対立して秀和が勝ち残る。秀和の後ろ盾になったのが4人組と呼ばれていた経営陣だが、徐々に秀和は疎んじられていく。そして1980年代の半ば、小宮山家は4人組と主導権争いを始めた。4人組とは今井正史、伊坂重明、鶴岡隆二、滝田文雄を指す。伊坂は東京地検特捜部の元検事、特捜の2に呼ばれた河合慎太郎の下で造船疑惑の捜査に参加し、将来の検事総長候補と見られていたのだが、1962年に辞表を提出、弁護士に転身している。検事総長より魅力的な世界を見たのか、検察の世界に絶望したのだろう。1970年に伊坂を平和総銀に紹介したのは最高権検事になっていた河合だ。その争いの中、川崎提督という会社の佐藤茂が登場する。川崎提督が資産を管理していた川崎財閥は水戸藩の金庫御用達として発足したという。この佐藤に対し、住友銀行は水戸藩ファイナンスを介して500億円程度を融資したと言われ、その柳井社である水戸藩は住友銀行の別動隊だと見られるようになっていた。1986年7月に4人組を含む7名を東京地検特捜部が情報違反の容疑で逮捕。その年の10月に住友銀行は平和総合銀行を吸収する。川崎財閥と深い関係にある千葉銀行は旧日本軍が大陸で落札した財宝と関係が指摘されている。1943年に憲兵隊の杉山某少佐と塚本清、通称塚本須山、少佐がフィリピンからダイヤモンドを持ち帰り、千葉憲兵分隊長になった杉山は千葉合同の人、後の慶応銀行の玉井義明と接触、その推薦で千葉銀行の頭取だった古庄茂彦に会ったとされている。なお、茂彦の兄、古庄茂は陸軍大将で、陸軍次官を務めたこともある。このダイヤモンドは一旦、千葉銀行の金庫に収まるが、古庄はダイヤモンドを金庫から運び出し、行方不明になる。熱海の某宗教団体の本部へ運ばれたとも言われ、暴落で有名なアメリカ軍のジャック・シャノン中佐が絡んでくるという。かっこ、塚本の話は本部論で触れたこともあるので、今回は割愛する。例えば、ここ、またはここ、そうしたダイヤモンドの一部が外部へ流出、民間から供出されたダイヤモンドの行方を追求していた就任行政監督特別委員会の網にかかって調査の対象になるが、曖昧なまま聞きになった。その当時、ダイヤモンドや金など貴金属のインゴットが様々な場所で発見されていたが、就任議員だった瀬古浩一、瀬古浩成の祖父は1947年に就任決算委員会で日銀の地下倉庫に引退増物資のダイヤモンドがあり、密かに密売されていると発言している。この引退増物資を摘発する目的で設置されたのが、隠匿滞蔵物資事件捜査部、後の東京地検特捜部だ。アメリカ支配層の略奪はギリシャが最初ではなく、昔から行われてきた。17世紀のイギリス、ウィリアム3世の時代から始まるという人もいるが、日本もその時期になりつつある。特別会計の闇を未解明なまま TPP や集団的自衛権を導入しようとしている支配層は欲望の塊に過ぎない。記事終わり。今回は、桜井ジャーナルさんより、中学株の急落についてなどの記事でした。YouTube ひじくろチャンネル、また次回。